どうもこんにちは、なっちでございます。ポケモン GO です。久々、いや、あの事件以来ですね。見てない方はぜひ見てください。すごい事件がありました。現在ポケモン GO ね、映画コラボやっております。あのポケットモンスターココっていうなんか映画で、今回なんとね、ザルードが初登場しております。ポケモン GO に結構あれだよね、ポケットモンスターの歴史の中でも新しいキャラクターですよね。僕全然まあザルードのこと知らないんですけど、原作で強いとか弱いとか全然わかんないんですけど、少なくともねポケゴーではめっちゃ強いんですよ。ポケモンゴーって今草タイプの環境ロズレードがトップなんですけど、ザルードははるかにそれを超えていくんで、ここでザルードの高個体を引けるか引けないかで今後の草タイプ人生変わります。まあ妥協して育成してもいいんですけどね、絶対に高個体の方がいいことに越したことはないので、今回はザルードガチャでございます。だがこの男、昨日運を使ってしまった。ゲノセクトがね100出たんですよね、初日から。はい、アクアカセットのやつ、昨日これ運使っちゃった説もありますし、なんならねこの前の方法ね、あの剣ね、あれでも運使ってる可能性ありますから、勇気を出してリワードを開きたいと思います。では行きましょう。ワルザルポケモンを追え。このね左下のポケモン発見がザルードだと思います。もう5分の5なんでね、開けましょう。 CP とか全く調べてないんで分かんない、分かんないのが逆にいい。開けます。雨すごいな、これ真っ黒、キャビアみたい、真っ黒、本当に真っ黒。いきますよ、ポケモン。 AR じゃないんだこいつは。いきます、ゲットチャレンジ、ゲットチャンスと思わせて今はやめておく。これ乱数調整ですから。いきます。一瞬なんか地図映ったの良くない。どうなんだろう。2619、モンスターボールで捕まえたいよね、せっかくなら。てかでかでか、こいつね。えどうなんでしょう。 CP 分からんは分からんで怖いね。捕まりました。こいつ幻なのかな。いきますよ、まずは図鑑画面が入ります。でっか、何これ。何これなんだけど、見てみたいと思います。ヘイ、オータチマン、ザルードを見てやろうか。君のザルードはビッグなポケモンだ。まあまあ、 A が15なだけね、 A が15なだけ良かったのかな。良くないけどさ、全然。4270か。まあこれが1回限りなん、いやでも XL 集めんのやばいぞこれ。まあ普通に不思議な目使ってフル強化はしようかなって感じですね。うん、まあまあまあ火力は出るんで、若干耐久は低いですけど、多分他の人と比べたら火力はまあ出るんで、まあいいかなっていう感じですが、なんか動画としては面白くないですねこれね。ハゼるなら盛大に爆死しろやっていう感じではありました。多分このイベント期間中にログインしないとザルードのタスクもらえないと思うんで、興味ある方はね、なんか案件みたいになってますけど、別に案件じゃないですからねこれ。ザルード欲しい方はログインをねお忘れなく。結構内容も簡単なんでね、ゲットまではすぐいけると思います。問題は個体値。はい、ということで今回はザルードガチャでございました。バイバイ。